みなさんこんにちは、Kです。違う、こんなんじゃないな。みなさんこんにちは、一人の撮影は久しぶりのKです。最近美味しいもんばっかり食べるくせに全然運動しなくなっちゃってね。でもたまには動かなきゃってことで最近トレーニング始めたんですよ。そしたらもう全身筋肉痛で痛くて痛ててて。まあそんな話はどうでもいいんですけど、ということで今日はね、キャンプには絶対必要なあるものを買ってきたので、そちらを紹介していこうと思います。ということで、その道具は何かと言いますと、皆さんご存知の飯盒。これはね、この間ドン・キホーテで買ってきたんですけど、めちゃくちゃ安売りしてて、なんと800円で買っちゃいました。安っキャンプに絶対必要とか言っといて、今まで持ってなかったんかいっていうところには触れないでもろて。ちなみにこれキャプテンスタックの飯盒。キャプテンスタックで800円は安すぎる。ということで今回はこちらのキャプテンスタックの飯盒をね、実際に使ってみて、どんな感じでご飯が炊けるのか試していこうと思います。それではレッツクッキング。はい、じゃあキャプテンスタックの飯盒です。一応これ4合まで炊けるみたいですね。じゃあ早速ね、開封してみましょうか。よし、うわ、ツヤツヤ、さすが新品、綺麗ですね。このシールも剥がしときましょうか。わお、素晴らしい。飯盒って今まであんまり使ったことないんですけど、やっぱ取っ手がついてるからいいんですよね。これが便利。あとサイズが大きいってのもね、ご飯いっぱい炊けるし。じゃあ早速中開けてみましょう。いきますよ、せーの、開封のり。お、こういう内蓋もついてるんですね。で、今ちょっと調べてみたんですけど、この内蓋、お米すり切り1杯で2合分。この外蓋、一番上のやつ、これすり切り1杯で3合分になるらしいです。なるほど。あ、ここにね、見えますかこれ。メモリみたいなの。これが、2合の時の水の量と4合の時の水の量。ここで目安が見れるみたい。これは便利だ。かっこいい。じゃあせっかくなんでね、今日はこれを使って美味しいご飯炊いてみましょうか。はい、じゃあとりあえず2合分のお米入れてみましょうか。まあ今家なんでね、2合測れるんで、2合測ってきましたけど、本当にぴったりになるのかな。 GO!これを鳴らして、おお、すごい、ぴったり2合だ。こんな使い方があるんですね、初めて知りましたよ。そしたらこれをここに入れて、こんな感じ。じゃあ早速お米を研いでいきましょう。よっしゃ、研いでいこう。水を入れて、冷たい。さっさーと洗ってね。あ、痛い、体が痛い、痛い。あ、冷たい。じゃあね、こんな感じで研ぎ終わりましたので、今回ね、お米2合だからちょっと見えづらいけど、ここの線、
ここを目安に水を入れていくと。こんなもんかな。一応ね、指を突っ込んで米から水の高さが第一関節ぐらいっていう測り方でもいいかな。じゃあこれに蓋をして、一旦このまま20分ぐらい放置。はい、じゃあ20分経過したということで、パン粉をセッツファイヤー。火加減はね、最初沸騰するまでは弱火から中火で、沸騰したら強火に変えていきます。お、沸騰してきましたね。したら火加減を強火にチェンジ。ちょっと家だから吹きこぼれ心配なんだけど大丈夫？これ、わーっと、うわー、浮くなこれ。これ外でやるときは重しとかなんか置いた方がいいかもね。時間の目安は強火で10分から15分ぐらいだと思います。このブクブクしてる感じが弱まるまでちょっと待ちましょう。じゃあね、泡も出なくなってきたので弱火にチェンジ。うわ、すごっ、お米の湯気がいい匂い。もうこの匂いだけでご飯3杯はいけるわ。ってこれご飯か。弱火にしたらこっからさらに10分ぐらいですかね。はい、じゃああれからね、10分ぐらい弱火で加熱しまして、こんな感じで湯気もねそんなに出なくなってきたんで、したら火を止めて、じゃあこれ熱いから気をつけて持ってね。火から離したら10分から20分ぐらいですかね。このまま蒸らしていきます。はい、じゃあご飯蒸らしてる間にね、ちょっとおかずになるものでも作っていきましょうか。ということでスキレットセッツファイヤー。容器に卵、フライパンが温まったらバターを入れて、ハーフベーコン。うわー、出たよこれ、匂いの暴力。そこに卵を流し込んで、そしたらこちらのスライスチーズね、半分ぐらいちぎってのせちゃおう。したら塩と胡椒、このまま弱火でじっくり加熱していくと。はい、じゃあ火を止めて、ある程度チーズも溶けましたので、こちらで半熟卵のベーコンエッグの完成。よしよしよし、じゃあ蒸らしも終わったので開けてみましょうか。もうそこまで熱くはないな、大丈夫。じゃあ行きますよ、オープン。うわー、うまそう、艶がすごい。あー、いい匂い。やっぱ飯盒で炊くご飯は炊き上がりが全然違いますよね。うわー、これツヤツヤ。このご飯ならいっぱい食べれそうだな。あ、これ見て、ちょっとお焦げできてる。これもうまいっすよね。ということで完成しました。いただきます。あー、いい匂い。じゃあまずはご飯だけで食べてみましょう。うわ、ツヤツヤ。いただきます。
うんま。ご飯めちゃくちゃ甘い。僕固めのご飯が好きなんで、ちょっとだけね水分量減らして固めに炊いてみたんですけど、水分量もバッチリ。ご飯の一粒一粒がしっかり立ってね、歯ごたえがしっかりしてて、噛むと甘みがめちゃくちゃ出てくる。こんなに違うんだ。うん。あかん、ご飯だけで全部食べちゃう勢い。あとこのおこげどうかな、見えるかな、おこげ。いただきます。香ばしくてうまい。そして今回はさっき作ったね、これベーコンエッグと一緒に食べてみよう。これ絶対うまいでしょ、食べなくてもわかるよ。うわ、いただきます。なんじゃこりゃ。ご飯ご飯。あのね、ベーコンエッグだから味の想像大体ついてたけど、想像を軽く超えてきましたわ。バターとチーズも入ってるからね、そのクリーミーさが本当に悪魔的。うますぎ。ご飯と一緒に。やばい、うますぎる。本当に2合食べちゃうかもな。こうやって卵とベーコンのとこを取ってね、ご飯に乗っけて一気に。うん、うんま。はい、ということでごちそうさまでした。いやー、半合で炊いたご飯うまかった。本気で2合食べちゃいましたよ。やっぱ苦しい、さすがに。でも美味しいと食べちゃいますよね。なんだろう、半合で炊くと雰囲気が変わって美味しく感じるだけなのか。いやでも本当に美味しかったよな。なんかね、歯ごたえがすごい良くてね、甘い。これも食べちゃいましたけど、ベーコンエッグ、これもね、もうチーズとバターのクリーミーさが加わって本当に美味しかった。もうこのまま無限に食べ続けれるんじゃないかって錯覚するぐらい美味しかった。いやでも2合食べれたのは半合のパワーかな。なんか美味しすぎて夢中になって体痛いのも忘れてましたよ。痛い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 、食べ終わったら痛い。はい、ということでご視聴ありがとうございました。今回のね、キャプテンスタックの半合で炊いたご飯、とても美味しく仕上がるので、皆さんぜひ買ってね、作ってみてください。今回の動画が参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録、あとコメントもね、よろしくお願いします。それでは皆さん、良い一日を。バイバイ。